本当に一言で言うとなんか全然次元が違うなっていうふうに思いました。ここまで進化するかっていうぐらいの進化を感じて、幅広い方に本当乗っていただけるんじゃないかな。 BRZ にアイサイトが正直びっくりしました。自分自身が思った動作に対して車がそれ通りに動いてくれるっていうところは、もうとにかくリアの安心感もあるし、アクセル踏んでった時のトラクションもすごいあって、もうアクセル踏んだ瞬間のやっぱりエンジンのレスポンス、パワー感すごくあって、でもその中でもしっかり曲がっていけるので、とにかく気持ちよかったな。もう全ての部分においてすごい進化を感じましたね。コーナーリングに入るところのハンドルを切り始めた瞬間のこう車の向きの変わり方、応答性が全然現行に比べて高いなっていうところをもうすぐさま感じて、やっぱりそこら辺はそのボディの剛性が上がったりしっかりしたことで、リアのしっかり感もすごく感じるんで、コーナーのターンインでお曲がる、コーナーリングのクリップあたりでリアもどっしりする、じゃあアクセル踏める、コーナーリングブレーキからクリッピングポイントまでっていうところの車の姿勢作りが非常にやっぱ良かったなっていうところがあります。もう圧倒的にレスポンスは上がってると思います。踏んでた瞬間に、あ、もう全然パワー感も違うなっていうのは感じましたし、で車体のその乗りやすさであったり、あとそれに伴ってエンジンのパワーも、その全部のバランスがすごい整ってて、今までやっぱその車が良くてもちょっとエンジンのパワーが足りないなとか、他の車だったらエンジンはちょっといいけど車がついてこないなっていうのはあると思うんですけど、もうそこのバランスがもうズバ抜けて取れてるんじゃないかなっていうふうには思いますね。特に高い車速でコーナーリングしていくところのやっぱりギアのこう安定感というか、ちょっと安心した感覚でコーナーにこう入っていけるような印象がやっぱあったので、しっかりとその空力を考えられたデザインになってるんだなというふうに走行して感じました。その自分が思ったタイミングで曲がってくれたり止まってくれる、アクセル踏んだ時にも安心して踏んでいけるっていうのが一番やっぱり乗ってて楽しいと思うんですよね。やっぱりコーナー走っててこれ大丈夫なのかなと思ってステアリング切る、その恐怖心があると心の底から楽しめないと思うんですよね。でもやっぱその車を速く走って、その中でもやっぱり自分が扱ってるっていうコントロールがあってこそ、本当に自分が楽しめる車だと思うので、それを備えてくれてる車なんじゃないかなと思いますね。どの年齢層が乗っても、どのレベルのドライバーが乗っても、意思通りに動く車がスポーツカーだと僕は思うので、完全に自分の意思通りに動いてくれる車がこの新型だったんで、まあ本当にスポーツカーって言えるんじゃないかなというふうに思います。やっぱアイサイトがあるだけで、やっぱその疲労度合いが全然違うんですよね。ミラーとかその、まあ、バックミラーもそうなんですけど、見た時っていうのは絶対自分たちって視覚ができるんですよね。前が見えてないので確実にやっぱミラーを見て後ろを見てるので、ただその時にアイサイトが前を見てくれていることによって、もちろん保護システムではあると思うんですけど、ただ本当そのタイミングでブレーキを踏んで止まった瞬間ってなった場合、アイサイトの方が僕たちを助けてくれるので、本当にあれは素晴らしい機能だと思いますね。正直びっくりしました。 BRZ にアイサイトがって思ったんですけど、なんかもう本当全てが叶ったような車になるんじゃないですかね。アイサイトがあることによって、心にも余裕ができますし、心に余裕ができたら視野も広がりますし、そしたら多分事故も減ると思うんですよね。まあ、僕はアイサイトに全信頼を置いてます。今回新型 BRZ 乗ってみて、何より懐が深いんですよね。僕たちがこう走りたいと思った時に走ってくれるし、ただやっぱ自分が行き過ぎた、あ、ちょっとミスしたなって思った時でも車が助けてくれるんですよね。やっぱり少しでも不安要素があって、それを長時間運転してるとどん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 蓄積されて、やっぱ疲労度もどんどん高くなってくると思うんですけど、あれだけ懐が深いと安心して疲れとかも全然軽減されると思いますし、誰が乗っても確実に生きてくるところだと思いますね。一番大事なところだと思います。新型になってものすごいモチベーションがみんな高い状態にあると思うので、本当に楽しみですね。シーズンが新しい新型になって、新しい力が僕たちにはたくさん
今眠っててそれをどん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 引き出しを増やしていければ絶対チャンピオン取れると思いますし、本当にあのスバル一度全員で頑張って、シリーズチャンピオン取れるように頑張っていきたいなと思ってます。スバル